こんにちは、さきえです。実家のお部屋とかした私の部屋の掃除&断捨離9日目です。机の上も綺麗になって、懐かしいものもいろいろ出てきて、昨日は掃除が楽しかったです。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではお願いします。今日はここの棚とこう行こうかなと思ってます。そことかね、ほんと未知の領域ですね。ちょっと覗いてみるとね、なんか落ちてるんでね、ちょっとこれ落ちてるものから取っていこうと思います。これはあれだね、カバンの取っ手みたいなやつだけど、多分これこの前したやつの付属品だから断捨離しようと思います。これは、あ、可愛らしいズボン、もうすごくこりも見る。まあ、どうしようか、また悩もう。綺麗になったね。よし、じゃあ上、8日目の動画で言ってたと思うんですけどね、進撃の巨人にハマってた、ジャン推しって言ってたんで、その時に買ったものが、これはサシャだけどありますね。こういうのね、一生懸命集めてました。ウマヅラが好きなのかもしれない。パパもウマヅラだし。これとかほぼジャンだね。ジャンね。私の推し。この電気毛布とかもね、これ洗えないからね。汚いから捨てようかな。断捨離しようか。迷ってます。これは写真立てなんかに伝えますね。この隙間のものはこっちに全部持ってこよう。よいしょ。取り出しにくいんでね。昔使ってた筆箱ですね。筆箱もね、もう使わないから断捨離しようと思います。中身をきれいにのけて断捨離します。氷かぶってるし、汚いしね。懐かしいね。いつ使ってたんだろう。そしてこのかわいそうなミッキー。腕も足もないミッキーがかわいそうすぎる。足が見つかりました。怖い。手も出てきた。怖い。掃除してたらお年玉が出てきました。そう、1万円入ってた。うん、すごい奇跡だね。嬉しすぎ。このほこりまみれの小銭入れも捨てようと思います。ピンにね、謎のほこりがついてたり、ベトベトしてたり、しまっててもね、こんなに汚れるんだね。気持ち悪い。このゲルのペン流行りましたよね。もうボロボロなんですけど、持つと気持ちよくてね。懐かしい。中学生の時のね、筆箱でしたね。めっちゃ懐かしい感じの一線が出てきました。一線。ゼリー一線。全部見終わりました。キーホルダーだけのけて、全部断捨離しようと思います。キーホルダーはね、燃えないゴミで断捨離しようと思います。もうね、昔好きだったんですよね、この。この子の種類がこう。マミピョン。これのキャラがすっごい好きで集めてました。マミピョン。中身はね、結構汚いから、外身は汚いので捨てて、ほら、マミピョングッズ。ちょうどピンはね、今子供がいっぱい使うから、こうして外身だけ捨てようかなと思います。マミピョンのピン。もうね、お気に入りすぎて使えなかったんだよね。あ、ただ集めてるだけみたいな。何かでも、おまけでもらったエコバッグ。たくさん出てきたんでね。これはもう、素材的にも洗濯物とシワシワになるので、断捨離しようと思います。とりあえず、この2段が綺麗になりました。これでね、4つ開きましたね。カゴの中のミニカバン。ミニカバンは汚れてないから使えますね、これは。これとか。これはちょっと他辺が剥げてるから、思い切って断捨離しようと思います。もうね、カバンもちっちゃいのとか使わないしね。とこのカバンも中身が汚いので、断捨離しようと思います。このね、ハンガーも今日断捨離していこうと思います。外から使用しないからね。
今しようハンガーも。こういうタイプはね捨てようと思います。こういうのはね結構好きなタイプなので残して。これはゴミ袋だ。こっちこういうねハンガー屋さんでくれるハンガーもね捨てようと思います。思い切ってこんなんとかね絶対もまた買います。ハンガーはハンガーで今はもうゴミ。こういうのとかね今捨てます。こういう箱とかついてるのは使えるから置いとこう。これなんかいけるね。用意こういうもう絶対ハンガーさんでもらったとかお店さんで買ったついとるやつとかね全部捨てます。スカート吊るすときに切るから。これは滑り止めがついてるから残そう。いいハンガーだ。ハンガーは全部断捨離します。一気にねやってしまった方がいい。後からするとしないから。全部断捨離です。もう少し出たらね昔のナイカとか休暇とかでた薬が大量に出てきました。全部ね断捨離しようと思います。はあ、疲れた。今日はなんか分けて断捨離する作業がすごく多かったですね。今日の成果です。ここ2段を綺麗にしました。ここもねちょっとだけ掃除できました。今日ね断捨離して分けて断捨離する作業が多かったのでなかなか進まなかったんですけど、明日からねもっとガンガン進めていけるように頑張ります。実家のお部屋とかした私の部屋の掃除&断捨離いかがでしたでしょうか。今日はね断捨離するものしないもののね仕分け作業が多かったのであまり進みませんでしたが明日からはもっと頑張ります。でもお年玉とかがね、できてね、それはすごい嬉しかったです。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。